はい、はい、はい、どうも、愛知県出身の、ドラム叩いてます、チャージです。ベース叩いてます、岩田です。出会ったのは、東京なんですけど、今一緒になんかこうしてバンドを一緒にやれてるのがとても不幸です。はい、嬉しいです。ということでね、あの今年もね、チャージですよろしくお願いします。はい、ごちそうさまです。毎年毎年ね、はい、ね、おめでたいですよね、皆さんに。僕はね、毎回のおみどりちゃんがね、真ん中にあるのは、おみどりちゃんはなんでいつも出番が真ん中かっていうと、疲れるんですか。疲れるか、疲れるから、どのバンドよりも疲れて、はい、いいんだよね。そう、嫌、はい、だから、嫌だから、そうだから最後とか行くと、辛いから、真ん中に。そう、聞こえは悪いけど、そう聞こえは悪いけど、そう、いい意味なんで、ね、いい意味で真ん中に持ってくるね、っていうから、はい、俺は、そうで、まあ、でも、はい、今年はちょっとその辺を、はい、乗り越えていきたいなって。うん、そうですね、常に目指すところはね、辛いとこう、はい、おめどりちゃんいつも真ん中にすると、はい、後半がなんかね、はい、あ、なんていうんだっけ、ランナーズハイです。 あるじゃん、はい、辛いとこ一回超えるとさ、一回気持ちよくなるやつ。あ、そうそうそう、まあ、そういうのをちょっと亮太に助けてもらいたいなって、はい、はい、実際どう思ってるの、俺のこと。どう思ってるって、いや、もう尊敬してますよ、俺は。チャイさんのことみ、皆さんこの顔尊敬してる。え、おかしいですか。だってそれ以上の言葉、次は好きっすよ俺は、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 そうっすね、うん、それはまた、ね、あの、テレビスで、うん、その辺また、なんかあるかもしれない面白い、はい、なんか期待して、はい、楽しみです。10月で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もチャイユースやってきました。アヤカールはオメガトリプロチェッター間違えました。イエーイ、いや、これ、オメガトリプロフィッチです。イエーイ、フィッチ様、フィッチになってからあれですか、なってからってか、フィッチは何もブレてんだよ。フィッチはブレてる、ブレまくりだよ。フィッチあれじゃん、あの、初めてのチャイユースだよ。チャイユースって何、チャイユースって何、何でしょう、何、チャイユースとは何です。あれでしょ、チャージをやる会でしょ。おえー、祝ってくれるんですか。祝ってあげるけど、え、祝ってくれるの。え、おい、おい、こいつなんか人の誕生日なのに祝ってくれるのとか、なんで俺が、あ、まあ、いや、いや、あ、あれ、初数だもんね。初数だな。あ、ありがとうございます。嬉しい限りですよ。すごいね、5バンド出るでしょ、5バンド。あれ、5バンド。5バンド。僕、疲れちゃうから。そうね。疲れちゃうけど、それをこう、ビッキーがこう癒してくれる。癒した？よっしゃ、そのおめどりタイムの時にビッキーさんが僕のこと癒してくれて、癒しな感じで、なんか癒しアイテム当日持ってきてもらえたら、癒しアイテムね、はい、じゃあ探しておきますよ。マジですか。それは誕生日プレゼント、はい、ってこと。ここでなんかそんな感じのあれ、そういうやわりとリクエスト的な、あ、そうそうそう、リクエスト的な感じで、これ欲しいな。これ、あ、なんかビッキーさん話によるとこれ3000で定番結構した。そんなとでもいいじゃん。まあじゃあ、初めましてな、ね、チャリースですけど、そうですね、あの、楽しく、フォローをビッキー様に盛り上げてください。そうだね。ね、ビッキーさん。大丈夫、大丈夫ですか。頭悪い。まあ、頭いいのビッキーだもんね。じゃあ、頭の悪いボーカルでした。はい。よろしくお願いします。チャリフェス、イエーイ、テックスマーターパーク。チャリフェス、次の、紹介するメンバーは、オメガトリップギター高市です。高市です。イエーイ、ね、高市君毎年毎年ね、ありがとうね、ほんと ね、この間は、つい最近はね、うん、高橋君の誕生日祝って、うん、でからの毎年磨いてこうので、ここのチャージミスター
羽生くんのスーパーバースデーギグだね。そうだね、毎年あるよね。そうだ、お互い高市くんは毎年 GB GB で、で俺は最近はね、もう毎年最近ロックでね、ロックでなんかそれをこうあと10年、20年といいね、できたらね、いいね、いいね、それを目指して、ね、なんかお互いこうちゃんとバースデーをさ、うん、毎年同じ月に、まあ日にちはちょっとね、上位ですけど、できてること本当僕幸せだなって。いや、俺もすごくこうチャージを磨いてとても幸せですね。あ、本当に、うん、ね、あの学校、楽屋ではこうみんなわかんないだろうけど、マジみんな真剣だからね。楽屋真剣だよ。楽屋実は真剣、楽屋真剣です。ステージ上がってるの夢、バカになってるけど、ね、楽屋ほんと真剣です。真剣、そう、真剣。もうジャケフェスの裏もほんとすごいよね。そうね、もう次叩けるかなみたいな、わーって。ああ、そう、ね、みんなでもなんか結構チャリフェスの楽屋同窓会的な感じで、うん、毎年あのバンドがね、集まってやってるから、うん、その感じもいいですね。天気よかったらいいね。天気、あれいつ、え、去年は大丈夫だね。大丈夫、うん。でもなんかさ、あ、そう、GB のさ、うん、なんかいつも雨のイメージ正しい。GB 雨多いよね。多いよね、誰かのせいで。B、B、B、あー、あれか。B、どうか。あの、アンコ好きな人。アンコ、ミスター。ミスター、ハンバーグ。じゃあまあ、チャリフェスの日は、ね、そういうことないように、はかっと晴れていただきたいですね。これね、晴れ男ね。うん、はい、わかんないけど、晴れ男いないんじゃないかなと。そうね、ももじろちゃんに。これ撮ってるのはりょうたくんが撮ってくれてるんですけど、もう撮り方最高だよね。りょうた、ん、なんか肌ちごって隠してるなんで。いや、固定っす。で、体を。ちごってそんなの。じゃあまあ、ね、そっち右倍だから、高橋君左倍隠して、うん、で、チャージフェスはマーク開いたら、うん、あの、お互いパイを隠して、うん、登場しましょう。はい。はい、で、ミキはこれで。ミキで隠せるんじゃない。ね、これでね。ね、じゃあまあ、また今年もメモリプレイよろしくお願いします。よろしく、ついに。でもね。イエス、楽しみにしてて。よろしくね。バイバイ。バイバイ。好きっす、俺は。好きっす、俺は。好きっす、俺は。